3分法律の勉強。おはようございますだぜ。おはずにお目にかかるぜ。弁護士の北川って言うんだぜ。どうもよろしく頼むぜ。2019年8月12日、皆さんのお時間3分だけいただくぜ。現在251名の方々にチャンネル登録してもらってるぜ。どうもありがとうだぜ。感謝だぜ。この方たちの顧問弁護士として今日も時事ニュースの法律的な解説させていただくぜ。週の始まり月曜日、テンション上げていこうぜ。ちなみに今日何の日かっていうと、アルプスの少女ハイジの日らしいんだぜ。なんでハイジの日かっていうのはこの動画の最後に解説するぜ。クララ最近お遊びが過ぎています。弁護士の北川です。さあ2019年8月12日テレビ番組表ニュース欄にこちらです。バスンと台風10号に関するニュースですね。21番組も扱ってます。そして日韓問題、そしてですね、先日私動画で解説させていただいた保釈中に逃走した男が駆け落ちしたというニュースですね。今回ですね、取り扱いたいのはテレビ番組表の中では大きく扱ってないですけれども、女優でモデルの新川優愛さんが9歳年上のロケバスドライバーとご結婚されたというニュースが飛び込んでまいりました。おめでとうございます。コングラチュレーション。先週ですね、早見もこみちさんと平山あやさん、そして小泉進次郎さんと滝川クリステンさんも結婚ということでですね、相次ぐ結婚ラッシュ素晴らしいんじゃないでしょうかね。私先週の YouTube 動画解説で民法という法律が定めている結婚が成立する条件について解説させていただきました。今日はですね、せっかくなので結婚が成立した場合どんな効果が法律上認められているかというのをですね、解説していきたいなと思っております。まず一つ目がですね、名字が一緒になるってことですね。夫婦別姓が認められていません。国際結婚の場合は確かに認められてたかな。そういった条件がありますけれども、名字は、基本的には一緒にならなきゃいけないというルールが定められています。さあそして二つ目はですね、同居義務、そして相互協力扶助義務ということでございます。夫婦になったんだから一緒に生活してお互いに助け合いましょうねっていうルールも定められています。その一環として提訴義務っていうのがありますね。まあ簡単に言ってしまうと、他の人とエッチしちゃダメですよってことですね。この提訴義務を守らない、他の人とエッチしてしまったというのは民法に離婚の原因で定められてるんですけど、その一つに該当しますので注意してください。よくですね、男性がまあ、いわゆる風俗、プロのお店ですね、風俗の人とエッチするのは問題ないというふうにですね豪語する人がいるんですけども、これ風俗の方とエッチするのも立派な離婚の理由になりますので、これ注意してくださいね。勘違いしてる人多いので。さあそして3つ目がですね、未成年の人が結婚したときはこれによって成人になったものとみなしますよっていう法律のルールがあったりですとか、あとですね、結婚することによってそれ以降築き上げた財産は夫婦の共有財産として法律上扱われることになります。これはですね、離婚をしたときに財産をお互い半分後に分けるよっていう手続きがあるんですけども、結婚後の築き上げた財産は夫婦の共有財産なので、これはどんな財産であっても基本的には半分後に分けるというルールになっています。よくですね、離婚で話し合うときに旦那さんの方が、俺が稼いで住宅ローン払ってんだからこのマンション俺のだからな、なんて言う人いるんですけれども、これ違いますからね。結局あなたがサラリーマンとして働いて稼いできてるのは、奥さんが一生懸命家を守ったりご飯を作ったりしてるおかげで安心してお金を稼いでるので、これは夫婦の共有財産になりますよということなんですよね。本日のおさらいでございます。結婚したことによってもたらされる法律上の効果としては、夫婦の名字が一緒になるってことと、同居義務、相互協力義務、提訴義務も含めてですね、が発生します。あと未成年者が成年として扱われるってことと、夫婦の共有財産になっていくよということでございました。覚えておいてください。以上でございます。結婚によってもたらされる法律上の効果いかがだったでしょうか。意外とね、結構あるんですよね。今日の解説勉強になりましたって方いましたら、ぜひいいねボタン、チャンネル登録、あと皆さんにシェアしていただけると助かります。よろしくお願いいたします。それでは今日も一日頑張っていきましょう。ちなみになんで今日がアルプスの少女ハイジの日かっていうと、アルプスの少女ハイジを扱っているサンクリエイトという会社が2010年に制定したらしいです。8月12日ハイジの語呂合わせから来てるらしいです。ホームページチェケラしてみてください。Supported by Yonakai!